フィリップ、あなたの好きなお花を持ってきました。今日も二人で楽しく過ごしましょうね。大神さん、どうですか？候補者リストのチェックは終わりましたか？大神さん、大変ですね。終わったらお茶の時間にしましょうね。やれやれ、やっと退屈な会議から解放されたよ。どうだいますよ、いい子はいたか？だろうね。そんな紙切れで隊員が見つかるんなら苦労しないよ。お疲れ様でした、オーナー。パリ防衛会議はどうでしたか？決まったことが一つあるよ。パリ歌劇団の新隊員はあと1名ということになった。私もそう考えていたのさ。まあ予算やら何やらで決まったのかもしれないけどね。そうそう、あんたのためにジャンに秘密兵器を作っておいてもらったよ。
こいつだ。携帯型霊力計測器だ。こいつを持って街を歩けば霊力の高い子を簡単に探せるってもんだ。めぼしい子にこの計測器を向けてやるとその子の霊力がわかるんだってさ。さすがはジャンさんですね。ずっと格納庫にいると思ったらそんなの作ってたんですか。というわけでムッシュにはそいつでこの町にいる隊員候補を探してもらうよ。ああ、それとついでに花屋に花を注文しといておくれ。隊員探しと花の注文頼んだよ。
に来ていただけです。それでは失礼します。ご心配には及びませんわ。何でもありませんから。
どこでそれを。Hmm.